水筒に関しては50ヘクタール、そばは3ヘクタール、大豆が7ヘクタールになります。約20アールになります。酒米の、深山錦、三景錦、人心地、金門錦、あとうるちで、コシヒカリ、風さやかになります。4月に播種しまして、そこから育苗に入りまして、田植えが4月の下旬、収穫は9月上旬スタートになります。やっぱり面積がかなりあるんで、あえて品種を多く取り入れて、殺気を分散させるように取り入れてます。去年から、直進アシスト付きの田植え機を使ってますので、疲労感というのは軽減できますし、新人の従業員の方でもすんなり乗りこなすことができてます。1年目から、はい、乗りました。小屋型も使って、もう本当に全自動、もうやることは乗ってるだけになるので、それがあるだけでかなり疲労は軽減されます。YR8DA になってから、内量アシストという機能がついて、10R あたりの加工の枚数をそこで調整できるようになったんで、結構もうドンピシャっていうぐらい設定した通りになるので、計画しやすい、その日の田植えをする面積、軽トラに積んで、持ってく枚数っていうのを計画しやすくなったんで、すごく効率という面でも良くなったと思います。やっぱり今までですと、どうしてもやっぱりその誤差が生じるので、ロスになってしまう苗、結局最終的に捨ててしまう苗っていうのがものすごくある年があったんですけど、この YR8DA にしてからはやっぱりロスも減りました。どうしても圃場によっては深い田んぼとかがあるので、やっぱそこはどうしてもスリップしてしまって、作業終わってみると余計にやっぱ肥料が入ったなっていうことがあったんですけど、エアシストがついたことによってそういうのもなくなります。1枚の圃場内の村だとか、圃場間の村を、なくすために、収量が上がらない圃場、生育が悪いところを底上げして、全体的に収量アップを期待しているところであります。その田植え機を使って、生育が悪いところに肥料を少し多めに入れて、逆に生育が良すぎるところは減肥して、秋に収量マッピングコンバインを使って収穫をして、で実際そこで収量を確認して答え合わせをしてという流れでの1年とても、そうですね、安定っていうのもありますし、その生育が悪いとこの収量をアップにつなげて、収量の平均値を上げていくということを目指します。県の試験の、テーマで、長野県オリジナルの品種の酒米と、風さやかになるんで、その2つの品種について今やってます。バンベル平出さんが、大規模農家というところとスマート農業に興味があるというところで、直進アシストがついて可変施肥っていう田植え機をご提案させていただきました。昨年もデータを取得しているもんですから、今年可変施肥で圃場内の、底上げばらつきの、平均値化をして、いい作物を、収量よく取ってもらいたいっていう気持ちで、ご提案させていただきましたけどね。下従業員の方がいらっしゃるんで、従業員の方が乗っても、同じ作業が同じスピードでできるようにっていうのも踏まえて、進めさせてもらってます。
そうですね、まあ、農業の見える化っていうところで、まあ、田植え機だけではないんですけど、そのヤンマーの、スマートアシストを利用した農業での、まあ、見える化で、まあ、お父さんやおじいちゃんがやってた、まあそこの田んぼは地力があるから肥料は少なくていいよとかっていうのを今度は、まあ、全部数字で見えるようにして、それを継承していけるようにっていうことでこの機械になりますね。はい、おすすめしたいのは農業をやってる方全てにおすすめしたいんですけれども、担い手の若いお客さんですね、とあと大規模をやられてるお客さんはぜひ使っていただきたいなと思います。若い方は、パソコンとかそういうのが多分強いんで、多分楽しんでやっていただけるんじゃないかなと思います。実際に田んぼの中でここがよく取れて、ここがちょっと取れないっていうのが見えてくるんで、そこをうまく肥料の量でコントロールしていけたらなっていう結果につながりますね。はい、それがやりがいだったり面白さに変わってくれれば、まあいいかなと思います。 A sustainable future Yanmar